北海道大雪山系では水面が2色に見える池が登山者らの目を楽しませています。この池は標高1600メートル付近にあり、小さな噴火口が活動を停止した後、水が溜まってできたものです。池の周囲は残雪に覆われていますが、雪が溶けた中心部の水面は濃紺に、雪が残っている縁の部分は淡い青色に染まっています。関係者は池の縁に残った雪が太陽光に反射して淡い青に見えるのではないかと話しています。